2022年5月30日月曜日の木村よし子の気になる銘柄です今日のテーマは弱体化させて奪う狩猟型ビジネスいよいよ終幕ですね先が見えてきましたよ外資が買いまくる日本資産、まあ、これについて研究すれば株式市場の見通しに役立つのではないかと思います ぜひ最後までご覧くださいえ。さて、いよいよ6月10日から訪日外国人入国緩和ですね。経済の正常化に政策の軸足を移します。岸田文雄首相は5月26日、6月10日から 訪日観光客の受け入れを再開する方針を表明しました。観光目的で入国が可能になるのは世界的なコロナ禍で往来が途絶えて以降約2年ぶりですね。首相は状況を見ながら段階的に平時同様の受け入れを目指すと言っています。政府は感染拡大を抑えつつ訪日外国人の観光客の受け入れを拡大事業に参加する米国の 旅行会社関係者ら第一陣こちらを5月24日、成田空港に受け入れました。旅行者に陽性者が判明した時の連絡ルート確認などを行って、いよいよ、訪日外国人、ウェルカムの状況が整ってきましたね。さあ、これが株式市場にどう影響していくのでしょうか。まあ、私のスタンスは、 この3年間というのは本当にもう作られた状況だったなって感じてるんですけれども、皆様はどう思われますか着々と日本資産は外資に変われていきましたね。例の感染症の対策でやっていけないことが目に見えてきたなということでですね、随分 いろんな不動産資産が外資に売却されました。今般ですね、総合西部売却へ2回目の入札に3つの外資系投資ファンドが手を挙げていますよね。デパート事業は3年連続の最終赤字となりまして、親会社のセブンアイは本業のコンビニ事業に経営資源を集中させるためには、このね、総合 西部の株式の大半の売却を検討せざるを得なくなってるんですね。そこに買いますよと手を挙げてるのが、フォートレス・インベストメント・グループ、アメリカですね。そしてローンスター、こちらもアメリカです。そしてシンガポールの政府系ファンドなどが買いますよと応じてるわけですね。未来の展望がないものを買わないわけですから、もう彼らには未来の絵図は見えてると思いますね。 ところで、西部を買えばいいこともありますよね。軽井沢別荘地に原点があります。この西部の創業者の筒見康次郎さん。この方はですね、いち早く荒れ放題だった、このね、軽井沢の60万坪の土地を購入してですね、大整備をして、そして成功したんですよね。 この方はですね、旧皇族貴族などのもう相続税が払えないから土地を手放すという時に着眼してですね、どんどん買い進んでいった原点は軽井沢別荘地。軽井沢と言いますと外国人大好きですよね。なので今回外国人が西部そごうを買う賞賛もあるということですよね。美味しい日本資産はどんどん外資に近鉄はブラックストーンに ホテルを売却しましたね。近鉄の決断は早かったです。2021年3月25日の報道でもうこの近鉄はブラックストーンにホテル事業を売却しますよってことですね。まあ、都ホテル、京都八条とかですね。外国人がいっぱい来る、そんなホテルをどんどん外資に売っちゃったんですよね。そして、小田急ハイアット東京外資に売却。 こちらは5月17日の報道ですね。ハイアット。こちらも外国人大好きじゃないですかそして、えー、こちらのスキームを見ていきますと何が行われているかよくわかると思うんですね。外資が中国で実行したスキームとデジャブ感があります。えー、経済絶好調の時の中国は、 外資が日本のマネー廃線時に仕込んだ不動産を当時の最高値2600億円などで購入したんですよね。外資が日本のマネー廃線の時にどんどん日本の投げ出された不動産を買いまくって、それを経済絶好調の中国に売却したんですよね。 さて、トランプ政権で中国制裁で経営不振に陥った中国企業。まあ、この仕込んだね、いろんな不動産を手放さざるを得なくなった。それをまたですね、売った張本人のアメリカ系のですね、外資が売却した日本の不動産買ってやろうか ?500 億円ぐらいだったら買ってあげてもいいよ、なんていうね、報道がありましたよね。今回日本で、コロナ禍でどんどん 土地を手放す、ホテルを手放す、そんな動きを外資がどんどん吸収しているのは、今日本のコロナ敗戦でですね、仕込んだ不動産は、2025年、すなわちこれからまあ2年ほどしたらですね、えー、大阪万博が盛り上がってきますよね。それに向けて売却か運用利益を得ていく自信があるからだと思いますね。 これは2020年東京オリンピックをターゲットイヤーに2013年アベノミクスのスタートで日本の金で設備投資の刷新を狙ってインバウンド需要を実証実験したでしょう。日本に、日本を商材にしてですね、中国人観光客らで利益を得る母体として今度はアメリカ試合で ことを進めていきたいんでしょうね。え、民主党政権。こちらね、鳩山さんが立ち上げた旧民主党政権で、まあ、ずっと3年3ヶ月、株も上がらず、不動産も上がらず、デフレ不況で悩んでいた3年3ヶ月の間に、外資がどんどん日本の不動産を仕込んでいましたよね。今回の感染症行動制限で、2019年後半から2020年、2021年、今年の2022年、ほぼ3年3ヶ月と、 デジャブ感があるのではないでしょうか。外資はしっかりと仕込んで、将来の大阪万博を睨んで、また日本を舞台に中国人から金をどんどん巻き上げて、このインバウンド事業を盛り上げて利益を獲得していこうというスキームではないでしょうか。ホテルだけでなく、有力企業も折からの 日本円の安さでですね、お買い得大セールですね。有力企業も次々外資が攻略しております。東芝に外資系ファンドが TOB の動き、東芝に何が起こっているのでしょうかえ。日産自動車、シャープ、東芝に連なる企業は他にもありそうですよ。例えばソフトバンクグループ、大丈夫なんでしょうか 5352円。ちょっと月曜日は高く始まったんですけど、今また値段が下がっておりまして、14円高かったのが今マイナス。今の時刻は10時29分、午前29分なんですけども、ソフトバンクグループをですね、ちょっと外資に目をつけられても不思議ではないと思うんですよね。そしてですね、この冷やしを見ていただきますと、まあ、株価は冴えず、まあ、こんな株式市場の時には、 どの企業も冴えないんですけども、特にソフトバンク、昨今ね、不,不審が続いていますよね。そして、三菱電機も、何やら、気なくさい。不祥事だらけですよね。6503、三菱電機、不祥事が続いております。外資に狙われやすくなっているのではないでしょうか。そして、エーザイも、このチャートですと、 多くの個人投資家は嫌気さしてるんじゃないかなと思いますね。確かに配当利回りは3%台を維持しているのですけれども、この値動きだと、ちょっと日本の個人投資家も嫌気させてると思います。でも、狙われるだけの背景はあるんですよね。何しろ今、謎の病気、子供たちに急性肝炎が流行っていますけども、かつてこの A 罪はですね、B 型肝炎、 インターフェロン製剤と飲み薬である拡散アナログ製剤で実績があります。他の肝炎の治療薬メーカーとしましては、塩野義、ギリアドサイエンス、そしてアッピーがあるんですよね。エーザイ、ちょっと邪魔かもという気がするんですけども、私の考えすぎでしょうか。何しろですね、コロナの後はこの肝炎、こちらに関心が移ってくる可能性は十分ありますね。アメリカのモデルナ、 えこちらのですね、会社も、このサルトウというね、ワクチンの開発をしており、いろいろとですね、アメリカ企業、こうしたね、謎の病気に強いものをお持ちですよね。日本のエーザイ、ちょっと邪魔っけかもしれませんね。そして潮の日も、株価がちょっとね、冷やし、元気がなくなっておりますね。こういったところを安い円の流れに乗って、外資がどんどん買ってくる可能性はありますよね。 えー、塩野義と NEC による B 型肝炎に関する治療ワクチンの創生を目指した共同研究契約締結についてと NEC が発信しております。これは今年の4月18日ですね。えー、塩野義と NEC が組めば、えー、治療ワクチンの創生は可能ということで、これも外資の職種が伸びてきそうなニュースですね。さて、えー、今挙げました 第二の東芝になりそうな企業群は革新的技術があるわけですね。こうした技術がある日本企業は外資が狙いやすいです。なので不祥事が相次げば株価も安くなり、外資は折からの円安の流れに乗って日本企業を仕込みやすくなる。まあなので不祥事が相次ぐ企業はマークしておいた方がいいですね。不祥事で株安の度に買い増し作戦はいかがですかしかし値下がり続ける可能性がありますために宝くじ 感覚で付き合っていきたいですねさあ今日の気になる銘柄は日本アビオニクスです6946ですね今お見せしているのはゴールデンチャート日足ですね 今度、配当がね、副配となりました。そして、連結ベースの一株純利益も順調に伸びております。防衛関連でありますことから、今般のね、えー、バイデンさんの来日によって刺激された部分もありますよね。何しろまだ、PR 連結予想ベースで5.2倍というのがですね、注目ポイントですね。PBR も1倍割れの状況ですから、まあ、ちょっとね、えー、注目しておきたいと思います。日本アビオニクス。そしてですね、 えー、今日の値段月曜日9時16分の日経会社情報。こちらによりますと154円高ですね。ちょっと弾みがついてきておりますので、まあ、高いところをつかまない用心で注目してみてはいかがでしょうか。そして、えー、気になる銘柄4568。こちらあ、月間でも注目し、気になる銘柄でもたびたび注目してるんですけれども、第一三共。 3453円。9時19分の値ではプラス53円となっております。そしてですね、今度、経営、経済指標が改善の兆しの QD レーザーですね。644円と買いやすい値段帯の中から一社ご案内していきたいと思います。気になる銘柄3番目は QD レーザーですね。6613です。半導体、電子部品ですよね。まあちょっとしばらく IPO、 の後、株価が低迷しておりましたので、信憑性どうかなと思う方もいると思うんですけども、まあ、半導体関連の業績、展望が見えてきた、そんなところを評価して、キュウリレーザーも買いやすい値段帯からご案内していきます。さあ、今日はですね、ちょっといろいろ長安の用事がございますので、早めに収録し、早めにご提供できたらなと願っております。また、水曜日、ぜひ、 ご覧くださいそれでは良い一日をお過ごしください一週間が皆様の活力ある、えー、週になりますようにご祈念しております皆様いつもご視聴ありがとうございます評価ボタンを押していただくと動画を作る時のヒントになりますまたですねコメントをお寄せください皆様がどのようなことをお考えになっているか知ることができるととても嬉しいですまたですね チャンネル登録をいただきますと励みになりますのでよかったらお願いいたしますそれでは引き続き是非この動画とお付き合いくださいねまたさまざま研究してお届けしてまいります